攻略のコツ2回目です。今回は任務について説明します。まず上の方にある任務というボタンを押すとこうした一覧が表示されます。これの見方ですが、まず中央の任務内容は何かをしてくれという話です。で、この一番左の状態、ここは申し出か、これを押すと自分がこれを達成できますよということです。ただ達成するにはこうした兵糧を1500納入せよというように、これを達成するのであれば1500兵糧が減ることになります。で、これらはすべて自分でやる必要はないんですね。もしこのまま放置しておけば他の武将がやってくれることがあります。で、次に難易度、これは難しいものから簡単なものまで今はすべていいですが、難易度が変わると D とか C とか B とか A とか S まで用意されます。次に勲功、勲功はこれを達成すればその分勲功がもらえます。勲功が高くなると今は家臣の状態ですが、これが上代、上主、軍団長といった具合に立場、地位が上がってきます。では少し時間を進めてみましょう。で、この任務を達成すると最終的にはこの任務のボタンの左側に書いてあるこの条件、お城の攻略に備えよと、この攻略が可能になります。では時間を進めていきます。で、時間を進めるとこのように他の武将がこの任務はこちらで片付けるという話をしてきます。ではこの武将は何をやるのかというと、この遂行武将のところに今の武将の名前が表示されますので、この武将がこの人を襲撃せよというものを達成してくれる。ですのでこれはこの武将にお任せすることができます。ただもし自分も申し出可能なものを他の武将がやりますといったときは、自分が先にこれを申し出をする。そうすると、条件、こちらの方がそれを達成することができます。で、家臣でやっているときは自分から攻め込むこともしくは守ることはできないのですが、このように武将から、こちらは今は大名からですが、大名や上司から戦闘に参加してくれと言ってくることがあります。ここで「はい」を押せば戦闘に参加できます。「いいえ」を押すと戦闘には参加しません。今回の説明では任務について説明したいので「いいえ」を押します。では自らでも任務をやってみましょう。任務には2つのパターンがありまして、何かを納入したり確保したりするものであれば一斉に申し出が可能になります。一方、兵数を必要としてどこかを襲撃せよという場合は1つしか選べません。今2つ目選ぼうとしてもクリックしているのですが押せません。これは他の確保系とも一斉に押すことはできず、何々を確保、何々を納入せよであれば複数選択できますが、こちら襲撃せよの場合は1つしか選択できません。ではまず納入などをやってみましょう。で、ここで申し出ボタンを押すと即座に達成となります。これで勲功が得られたことになります。達成したものは左側の状態に墨のマークがつきます。では次に襲撃をやってみましょう。これは必要な兵数が決まってます。必要な兵数はこちら右側のステータス画面見てもらえば分かる通り兵数のところに書いてありますので、今は1004ありますのでこの襲撃の任務が可能です。で、他の武将がやろうとしているものに関してもまだ進行度が100になってないものは自らで行うことができます。で、襲撃をするともう即座に戦闘画面になりますので、この点はご注意ください。ですので、もうすべて
建設とかやりたいことをやり終えた後に襲撃の申し出を行うと良いかと思います。ですぐに編成画面になりますので、編成して出陣します。でこれは今は味方は1部隊しかいませんが、もし有効度が高い武将がいるとこうした戦いに駆けつけてくれることがあります。でこれは今敵も本来ならば1部隊のはずなんですが2部隊います。それによってこちらより兵数が、こちらは900の兵に対して向こうは1200と高い数字になっています。これで勝てるかどうかは分かりませんが、少し戦ってみましょう。戦い方などについてはまた後日別動画で紹介する予定です。まあいい勝負でしたが負けました。特にこれで負けても大きなデメリットはないです。勝てばこの任務が達成になりますが、今負けましたのでこちら達成済みにはならないです。このようにして任務を行っていきます。さていよいよ任務もあと一つ残すのみになりました。今他の武将が進行してますが、こちら目指す音羽城がもうすでに他の部隊が向かってしまっているので、まあ、これ任せても良いのですが、一つだけ、まあ、ポイントのようなものを語りたいと思います。この他の部隊が向かっていてそのままで攻め落としてもらうのも良いのですが、あえてここで任務を達成するようにします。で任務を達成すると次には攻め込もうということになり、状況になりますので、その時に任務達成を押すと音羽城の耐久などの値が下がることになります。それによりより戦闘を有利に運ぶことができます。自らが必ずしもこの場にいなくても任務をいつ全て達成し終えて、いつ最後の達成ボタンを押すかによって状況が大きく変わるというのがポイントになります。ですので一度これをやってみましょう。でこれで全ての任務が達成したことになります。でこのあとこの任務ボタンを押すと、まあ、全ての任務が達成し準備が完了しました。で報告が可能ですと出ます。で実はこの報告は別にすぐやらなくても結構です。なのでこの全体マップを見て、もし今攻め込むのが不利だと思ったらあえてこの任務を報告しないまま置いておく、これも一つポイントになります。なので敵がこちら側に攻めてきているのにわざわざ任務ボタンを押して敵を攻めようとすれば当然守りが手薄になりますし、もし、まあ、攻めてこないまでも敵の方が強ければ無理に任務達成ボタンを押して攻め込んで返り討ちに遭うということも防げます。ですので敵が他のところと小競り合いを始めたタイミングで例えば任務達成ボタンを押せば、それだけ相手の城を取りやすくなる、そういった状況判断が必要になります。ですのでずっとこの領地の画面に待機しているのではなくて、もう任務が達成できそうになったら全国マップも確認しながらゲームの状況を把握するというのがポイントになるかと思います。では任務の達成ボタンを押してみましょう。でも音羽城の攻略の機運が高まったということ でまた出陣すると。でこれは家臣の場合は自ら出陣できませんので、あとは他の部隊が敵の城に取り付くのを待つだけです。で先ほどの任務をさまざまなことこなしたことによって、例えばこれは城下襲撃の任務の成功によって耐久が減少していますというようにプラスのメリットが発生するんですね。これでより攻略が楽になる。普通に戦うだけだとなかなか攻め落とせないこともあるのですが、こうしたメリットをうまく活用して城攻めを行うとより楽に倒せるかと思います。なのでもし他の部隊が先に攻めている場合でも、あえて任務を全て達成させるというのもコツの一つです。でもう自分が出撃するまでもなく
音羽城を奪取することができました。これで勲功を300もらうことができます。さて、任務をこなしていく過程で注意すべき点を述べたいと思います。まずこれらの納入系をすると、自らの兵糧であったり木材、鉄、金銭が減ります。ですので、それを行うと領地の発展が妨げられる、時間がかかってしまうので、あえてこれはやらないというのも一つの選択肢です。で、簡単に達成できるのは最大兵数を確保せよ。これは単に兵数確保していればすぐ達成できますので、こういったものは積極的にやっていきましょう。次に襲撃系ですが、これらはできるだけ早いうちにやっておく。なぜ早いうちにやるかというと、襲撃をします。こちらも兵数減らされます。もしこれが最後の方に残って申し出するとなると、兵数が減った状態で敵の出方を見ることになります。敵がもし兵数減っていればすぐ達成を行って敵を攻め込むことができるのですが、もし自分の兵数が減っていればそれだけ戦闘が不利になりますので、こうした襲撃系はできるだけ早い段階で終わらせる。そして兵数減ったのが回復した後に他の申し出可能なものを達成させて、すべての任務を達成し、最後に達成ボタンを押すというのが一つの流れとして良いのかなと。今戦闘が終わりましたが、この後引き続きのんびり待って兵数の回復を待ちます。で、そうして待っている間に他の任務を別の武将が達成してくれるかもしれませんので、それで最終的に任務すべて達成、そしてその後城攻め、その時には兵数も回復しているという流れが作れると思います。で、すでに全ての任務が達成できた段階でもう兵数の方もほぼ回復し終わってますので、こういう状況になっていよいよ達成ボタンを押します。ただしその前に全国地図を確認して、今攻め込む場所はこの巻物マークがついてますので、この周囲がどうなっているのか確認し、また味方の兵力も十分あるのかどうかなども調べつつ、もしこれで攻め込めると思ったら達成ボタンを押して攻め込みましょう。もし攻め込めないと思ったら兵数の回復や敵の出方を見て動きがあった時に達成ボタンを押します。これがポイントになります。今のは家臣でのポイントですが、次は城代、城主についてのポイントを説明したいと思います。このように城代を任されることがあります。ここで牌を選ぶと城代に昇格します。これは家臣とはまた違ったプレイになりますので、そして場所は大名が自動的に選びます。で、ここでも任務の概念は基本的に同じです。任務を行うとやるべきことは大抵同じようなものになってますので、申し出可能であれば申し出をしましょう。このように城代や城主など立場が変わっていくと、この任務に必要なものが領主という立場なのか、領地を持つ主という立場なのか、それともお城の主という立場なのかが変化しますので、この点はご注意ください。基本的に後々なればなるほど領内、自分の領地ではなくお城の方の数字が必要になります。以上が家臣と城代や城主の違いになります。以上のことを把握した上でプレイをすると敵の城を攻略しやすくなるかと思います。次回は戦闘について取り上げます。